竹林くん、本当に来ないんだ。いいんじゃないの、自分で決めたんでしょ。そういうもの。僕にとっては地球の終わりよりも100億よりも家族に認められる方が大事なんだ。気にしたらそれこそ理事長の思惑通りじゃない。下方定理の応用として石和公式と和石公式。おい見ろよ竹林のやつ、早速呆然として手が止まってる。無理ないか、 E 組とはまるでペースが違うもん。やば、もう板書消してる。さあ、うちらも集中集中。 A 組にいるうちは仲間だけど、心配して肝心の俺らが E 組に落ちたらシャレになんで。これが A 組の授業。 E 組じゃ1学期でやったところだぞ。しかもやたらと非効率的だ。三角関数は要点を絞って覚えた方が分かりやすいのに。早口で黒板に書いては消し、生徒の都合は一切無視。ついてこれないやつをふるい落とすための授業だ。竹林くんが一押しのアニメ、俺の妹が突然広島ファンになったのは彼氏の影響に違いない件について見ましたが、面白いですね。萌えかネタは掘り尽くされたと思ってたのにね。ええ、まさかのプロ野球選手美少女かとは。そこで竹林くんの苦手な下方定理の解放を2期オープニングの替え歌にしました。2期とは分かっているじゃないですか、この先生。ぬる生徒の二次元の好みを知らずして先生が務まりますか。さあ歌って覚えますよ。君一押しのつねみちゃんのカットイン部分に最重要ポイントが含まれています。あはん。恋の三角関係定理は覚えちゃえ。サイン、コサイン。信じられないくらい下手だったから、あれはあれで覚えづらかったけど。さあ竹林くん。なあ、放課後どこかでお茶でもしていかないか。ああ、馴染もうとして気遣わなくていいぜ竹林。俺らすぐ塾だからよ。お前もそうだろ。うん、じゃあな。じゃあな。A 組のクラスメイトは勉強ができて E 組じゃない人間にはごく普通に接してくれるけど、昔の僕みたいにいつも勉強に追われてる。余裕なのは本当にできる数人だけ。 E 組とはえらい違いだ。僕の行きつけ気に入ったようだね寺坂。はあ、なわけねえだろ。てめえが行きたいっつったから興味本位で来てやったんだろ。タコの授業で余裕できたからって余計な遊びを覚えやがって。ご主人様、ご一緒に記念撮影いかがですか。あ、じゃあせっかくなんで撮りまーす。もういい。ご満悦っと。やたら貪欲に生徒の情報を学ぶコロ先生。寺坂もそう。あいつなりに僕のことを知ろうとしてくれたようだ。なんかいる。結構うまくやっているみたいね。むしろ普段より愛想よくね。き、だからほっとけって言ったんだ、あんなメガネ。烏間先生から教わったカモフラージュ技術だけど、 E 組と本校舎じゃ植物が違うから、見る人が見りゃ余計怪しい。まったく、なんでまだ僕のことを知ろうとする。 E 組で僕は暗殺の役に立ってない。こっちで言えば勉強ができないのと同じ、必要とする価値がない。ましてや A 組になった僕を見に来て、これ以上何を学ぶ価値がある。逆に僕は何を学びにここへ戻ってきたんだっけ。どうだい竹林くん、クラスには馴染んだ。まあ、突然だけど理事長が呼んでいるよ。逆境に勝ったヒーローの君を必要としているようだ。いや、よく来たね二人とも。さあ、こちらへ。